はい、どうもこんばんは。本日2本目の、メインチャンネルで上げる予定の、動画になります。皆さんよろしくお願いします。で、ここ最近バンド紹介してないですよね。で、バンド紹介してないと思うんで、今回は、まずはじめに、バンド紹介から、していこうと思います。こちらをご覧ください。まず言いたいのは、遠すぎて見えねえよって、顔わかんねえよってことなんですけど、あ、バンド名は右下です。そう、右下に AJNA とね、AJNA、こちらが、バンド名になります。なんて読むと思います？まあ、ちなみに2019年に結成されて現在も活動中のバンドです。そう、2019年結成の現在も活動中で、バンド名が、右下 AJNA で、これでアジュナさん、そう、アジュナって呼ぶらしいですよ。はい、ということで、今回は、こちらのアジュナさん、紹介していこうと思います。で、メンバーは、こうなっております。はい、アジュナさんは、活動期間が2019年から、現在も活動中で、メンバー4人なんですけど、ベースの方だけですね。そう、ベースの方が、サポートベースになっております。で、次は作品の方を紹介していこうと思うんですけど、はい、シングルと、まあ、ミニアルバム、すべて配信で、リリースされております。で、マキシングルやアルバム、まあ、DVD などは、リリースされておりません。はい、ということで、今日は、アジュナ、ね、こちらのバンドアジュナっていうバンドを紹介しました。で、曲の感想は、まあ、普段と変わりません。最近のバンドですねと、頑張ってくださいと、売れるといいですねみたいな、皆さん聴いてくださいみたいな、はい、そんな感じです。まあ、YouTube に今曲もあるんで、気になる方は、まあ、アジュナで検索をかけて、聞いてみてください。はい、ということで、ここからは、僕の大好きな、林幸喜さん、林幸喜くん、愛しのクソメガネの、ライブ配信を見ての、感想の方を、動画で話していこうと思います。皆さんライブ配信ご覧になられました？あ、見てないと僕お仕事が終わって、今回ね1時間41分ですよ。そう、今回1時間41分ライブ配信があったらしいんですけど、もう全部見ましたよ、全部聞きましたよ。ただね、コメントをさ、また設定なんかミスってるでしょこれね。コメント出ないんだわこれね。ここね、右にヒュッてやれば出るじゃないですか。コメント出ないの。そう、設定してないんだと思いますよね。設定してよ本当に。そうはい、ということで、まあ、もう一度、こちらをご覧ください。まあ、前回も、まあ、メインチャンネルとサブチャンネルで、まあ、紹介したと思うんですけど、昨日ライブ配信があったんですよ。で、9時半からですね、21時半から、懲りずに、ライブ配信やりますと。で、まあ、お時間がある方はぜひご参加くださいと。で、今回の、まあ、ライブ配信の、内容ですね。まあ、話す内容は、今まで見た中で1番のライブは、で、2番、仙人の、本ですね、本の感想、今度こそ。で、3番が大好きな、大泉洋さん、リスペクトで、ぼやきまくり。で、最後が、何でも質問っていう、ね、ご覧になられた方どう思いました？あ、僕の感想ですか？まあ、ライブ配信今まで4回やったじゃん。で、クソメガネが4回やったと思うんだけど、俺一番良かったと思うよ。ね、ご覧になられてない方もいらっしゃると思うんですけど、この一番下だけですよね。上も言いましたよ。今まで見た中での感想。そう、一番のライブの感想。まあ、これも視聴者の方の、まあ、何かコメント来るわけじゃないですか。クイーンとかさ、XJAPAN とかさ、なんかラルクとか、あと誰だっけ？ディープパープルとかね、なんかその辺も書いてあったと思うんですけど、まあ、視聴者の方の、まあ、コメントを、まあ、ダラダラと、まあ、読んでただけなんですけど、ライブ配信ってさ、そんなもんでしょ。ね、コメントあれだけというかさ、もうダーって流れてきてたでしょ。まあ見れないんだけど、お前設定してねえからそうだから、ね、名前も読んであげて、ね、コメントも内容も読んであげて、で答えてるわけさ。俺これでよかったと思うんだけどね。ね、変にさ、仙人の本読んだりさ、でよりは先輩に電話するとかどうなったんだろうねそう、思い出したわ。3回目のライブ配信で、ね、大好きな、なんか尊敬する先輩にさ、電話をするって言ってたと思うんですけど、あれ、名前も言ってなかったけど、結局誰だったんだろうね。まあ、どうでもいいけど。でさ、これ、9時半から始まる予定だったんですよね。これ、いつ始まったの？
あの、1秒だけの配信、面白かったで楽しませていただきましたって。あ、これツイッターの、まあ、コメントなんですけど、あの、始まらなかったんですよね。ね、1秒かどうかわかんないんですけど、なんか設定ミスかなんかで、画面が映ってないよ、みたいな。映らないよ、みたいな。ね、そのような書き込みが、いくつかあったんです。10時ぐらいですか？ね、10時、過ぎとか10時ぐらいでね、今回も、僕の名前を、まあね、コメントしてくれた方、大変どうもありがとうございます。俺見つけんの苦労したわ。だってさ、これコメントないじゃん。コメントないから、ちょっと待ってください。これですよね、これ。はい。最近書き込みにはオンリーユーってお知り合いなんですか？コンクリートさん。いや、僕全然知り合いじゃないですけど、これってなんか、あれですか、YouTube?でなんか X とか意識のこと書いてる人っていう人ですかね。なんかちょっとこの間先輩に聞いたんですけど、なんか全然知らないんですけどお前笑ってるから知ってるだろう。はい、全然知らないです。見たこともないです、はい、あれ止まっちゃった。はい、以上になります全然ないです。見たこともないです。クスクスクスってお前知ってるだろうでもね、皆さんどう思うかわかんないですけど、なんかさ、これね、コメント見たいんですよ。まあ、何人かの方が書いてたと思いますよ、今回も。ね。どうもありがとうございます。なんでしたっけ？なんか言おうと思ったんですけど、あ、クラファンの3000万ですね。3000万の説明はしてないですよ。そう、残金の説明はしてないんですけど、エクスタシーレコードに所属してるアーティスト、ね、何組ぐらいいますかみたいな、ね、そのようなコメントしてる方いらっしゃったと思うんですけど、プロダクションじゃないんでと。まあ、エクスタシーレコードって、まあ、プロダクションじゃないんで、所属のアーティストはいませんみたいな。ね、そこまでお金かけれませんみたいな。お金ありませんみたいな。で、言ってましたよね。プロダクションだと、ね、何組のさ、アーティストを抱えてるわけじゃないですか。でも、エクスタシーレコードは、まあ、違いますよ、みたいな。はい。そのような、まあ、返答してましたよ。まあ、本当かどうか知らないですけど。まあ、これ聞いて僕思ったんですけど、松本さんの、あ、ヒデのね、ヒデの弟さんと似てるんじゃないですか。以前紹介したんですけど、何も出てこないですから。ヒデの弟さんで検索をかけても、事務所のなんだっけ、資本金とかさ、従業員の人数とかさ、ね、住所だけは出てきたんですけど、そう、何も出てこないんですよね。そう、だから、看板だけなのか、で、クソメガネなんて、どこかを借りて、ではないですよね。そう、どこかを借りてではないと思うんですけどね。はい、そんな感じです。まあ、それ以外に特にないですわ。感想ですか？あとね、僕にまだあったような気がするんですよね。どこでしたっけ？1時間20何分とかでしたっけ、はい、ね。なんかだから、ちょっと待って。全、するんであればすべて。あ、ありました、ありました。ここですね、ここ、ここ。オンリーさんがあなたを唯一紹介してます。ぜひコラボ。あ、ちょっと、まあ、別に何でもいいですけど、何でもいいのかよ。はい、僕は全部、知ってるんで、裏のこと。お前知らない、まあ、知らないってさっき言ってたから自分で見て経験したことしか喋ってないんで、まあでもほとんどだと思いますけど、ちょっと先輩と相談してみて、そういう機会があった方がいいんだったらあっても別にいいですけど先輩って誰だよ本当。PDCA ってだからプランはい、ということで、ね、2回もさ、読んでくれてどうもありがとうございます。気になりますよね。先輩と相談してってさ、そろそろさ、自分で判断しようぜ。ね、何のためにさ、ライブ配信やってんの？ YouTube やってんの？って思いません？本当にさ、前にも言ったんですけど、こういうさ、ダメなやつ大好きなんですよ。まあ、自分も、まあ、これに近いんで。そう、これに近いんで、こういうさ、ダメなやつってさ、どうしてもなんか、目につくというかさ、取り上げたくなるんですよ。はい、っていうことです、感じで、何か言い忘れてんだろうな。あ、ここには出せないというか、まあ、そうですね、日程は決まってます。今週の日曜でしたよね。コメントで、
誕生日が近いみたいな。ですよね。クソメガネの誕生日が、なんかもうすぐですね、みたいな。確か、来週誕生日なんですよ、みたいな。ね、そのような、まあ、ライブ配信で言ってたんですよ。来週のいつか知らないですけど。で、日曜ですよ。明日だと思いますよ。まだ、ツイッターの方で、発表されてないんですよ。その何もポストされてないんで、まあ、間に合うかわかんないんですけど、まあ、わかり次第、動画で紹介しようと思います。多分、日曜にライブ配信またやります、みたいなことを動画で言ってたんですよ。そう、誕生日の日にはできないんで、前倒しじゃない、わかんないですけど、そう、日曜日にやります、みたいな。で、時間も、9時ですか ?9 時とか9時半って言ってたような気するんですけど、まあ気になる方は、まあアーカイブ残ってます。そう、アーカイブ残ってるんで、まあクソメガネの、ライブの配信の方、何分かわかんないです。もうだるいんで、ダーって見てください。そう、だるいです。もう1時間40分ね、時間がある方は、ご覧ください。はい、ということで、今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。